ロシア国民がいまだにプーチンを支持する本当の理由クレイジーな男が熟知する大衆の不安とは終わりの見えない戦争民主主義も言論の自由もない社会それでも大多数のロシア国民は今なおプーチン大統領を支持しているというテレビ東京 WBS ワールドビジネスサテライトのメインキャスターで著書 日本人にどうしても伝えたい教養としての国際政治を上司した豊島晋作氏が日本人には想像もつかないその理由を深掘りする社会の秩序が何より大事なロシア国民前編記事で指摘したように元ロシア政府高官がクレイジーな男と呼んだプーチン大統領は侵略戦争を遂行し 今のところ権力の維持に成功していますなぜ大多数のロシア国民はプーチンを支持するのでしょうかモスクワやサンクトペテルブルグなど教育や所得水準の高い大都市ではプーチンの長期独裁に反対する人は相当数いる模様ですが全国レベルではプーチンは支持されていますこれは全長。 ウクライナ戦争は世界をどう変えたかにも書いた通りロシア人はナワリヌイのような反体制指導者が掲げる自由や民主主義といった社会正義よりもなおプーチンが築いた秩序が大事だと考えているからですソ連という国家の崩壊と大混乱を経験した多くのロシア国民にとってたとえ指導者が独裁者でもたとえ戦争を始めても 国際的に孤立しててもも社会のの秩序がが維持されていることが最も重要なのですロシア国民はソ連共産党の一党独裁やスターリン支配に数十年も耐え1990年代の経済崩壊にも耐えてきた人々です彼らから見れば現在のロシアはプーチン大統領の指導力の下で崩壊を免れているのです 国家の崩壊を防ぎ、社会を安定させているプーチンを支持することは、もはや当たり前なのです。あたかも国家を歌うような儀式だという指摘もあります。何よりプーチンに代わる指導者を見出せないことが大きいでしょう。つまり、亡くなったナワリヌイを新たなロシアの指導者として認めていた人は、全国レベルで見ればほとんどいなかったのです。 大衆の不安を利用しているプーチン確かにナワリヌイは志半ばで倒れたことで人々の心に残り続ける英雄となりました彼が掲げた自由で民主的なロシアという理想は今後の反プーチン運動の精神的な柱として抵抗者たちを鼓舞し続けるでしょうしかしそれでもナワリヌイのような抵抗者と 国家の統治者は全く異なるものだとロシア人は本能的に理解しています真相真理においては指導者であるプーチンの後退を恐れている可能性もありますもし統治能力のない弱い指導者が同情すれば国家は崩壊するかもしれずそうでなくても社会が混乱するのではないかという恐怖があるからです プーチンはそうししたた大衆の不安を熟知した上でロシアでは軍事予算が最優先になっているので道路の整備など社会インフラは傷んでおり今後も人々の生活は打撃を受け続けるでしょうしかし今のところ多くのロシア国民は戦争が3年目に入っても理不尽に耐え続けています 戦車などの犠牲が圧倒的な数に上ったり国家総動員などで生活秩序が壊されることがない限り政治への無関心を装いプーチンを消極的であれ支持し続ける可能性が高いでしょうウクライナ戦争はウクライナの祖国防衛戦争ですしかし侵略を始めたロシアも同じようにこの戦争は西側の侵略に対抗する 祖国防衛戦争だと主張しています重要なのはこのロジックがある程度ロシア国民に受け入れられていることですプーチン独裁はこれからも続くウクライナでの軍事行動への支持率は2024年1月時点でも70%を超えていますもちろん戦争を批判すれば法律により投獄されるリスクがあるので 大統領支持率と同様に正確さへの疑念はありますただ専門家の分析や歴史的に何度も侵略を受け続けたロシア国民のトラウマを考えると少なくとも過半数の国民は支持していると推測されます特に第二次大戦の独ソ戦を戦ったかつての敵ドイツが2023年1月に ウクライナにレオポルト2戦車を提供すると発表したことはプーチン政権のプロパガンダには追い風でした独ソ戦はソ連の T34 戦車がナチスドイツのティーガー戦車と戦ったロシアにとっての聖戦ですプーチン政権はドイツ戦車レオポルト2の提供に対して宿敵ドイツの戦車が再び攻めてくるならば自分たちも 祖先たちのように勇敢に戦わなければならないというメッセージを拡散しましたロシア国内では2018年に政府が全面支援した映画 T-34 レジェンド・オブ・ウォーというプロパガンダ映画が公開され大ヒットしていますロシアが歴史を利用してくることは予想できたからこそドイツは当初から戦車の提供に消極的でした第二次大戦では 自らが侵略者だったことへの贖罪意識も強く戦車の提供についてドイツの世論も真っ二つに割れていましたソ連が崩壊しゴルバチョフからエリツィン政権へ移行した際ロシアはアメリカを手本に資本主義経済への移行と民主主義化の道を選びましたアメリカは当時民主党のクリントン政権ですアメリカはこの時 ゴールドマンサックスなど欧米の金融関係者を経済顧問として送り込み計画経済からの離脱を推進国営企業民営化金融労働市場の規制緩和公共サービスの優勝化等の改革を進めましたしかしアメリカ主導で進めたこの改革でロシア経済は崩壊地下資源利権が集奪され ロシア人の平均寿命が10歳低下するほどの窮状に落とされたのです。強いロシアの復活を掲げて、ロシアを立て直したのがプーチン大統領です。民主主義を掲げるアメリカの偽善を学び、歴史を繰り返さないために、ロシア国民はプーチン大統領を支持しているのです。この誰でも少し調べれば学べる近代史を理解しないと、 ウクライナ戦争は理解できないでしょうクリミア奪還非現実的トランプ氏の元顧問今回は米大統領選で勝利を収めたトランプ氏の元顧問であるブライアン・ランザ氏が発言した内容について取り上げますランザ氏はウクライナ南部のクリミア半島の奪還についてウクライナがその目標を達成するのは現実的ではなく 米国もクリミア奪還を目標にすべきではないと述べましたこの見解は BBC によって報じられましたランザ氏はウクライナはクリミア奪還ではなく和平の実現に力を注ぐべきだという考えを示していますクリミア半島は2014年にロシアによって併合されましたがウクライナ側はこの領土の一体性回復を目指しており 現政権のゼレンスキー大統領もクリミア奪還後に平和が訪れると主張していますしかしランザ氏はこれに対してクリミアはもはや失われたものとみなすべきでありウクライナは現実的な和平案を検討する必要があると述べていますこの発言は領土回復を重視するウクライナ政府の立場とは相入れないもので ウクライナ側からら強い批判が寄せられましたトランプ GA の広報担当者はランザ氏が現在はトランプ氏の顧問ではなくトランプ氏の意見を代弁しているわけでもないと強調しています選挙後にランザ氏は顧問の役職を辞任しておりトランプ次期政権でも政権決定には関与しないとされていますこののためランザ氏の発言は あくまで個人的な意見でありトランプ氏の正式な政策とは異なる可能性があるとみられますトランプ氏はウクライナに対する軍事支援について消極的な姿勢をとっているとされておりこれは従来の米国の支援政策とは異なるアプローチといえますこれに対しウクライナは軍事支援を求めると同時に領土回復への強い意志を示しており クリミア奪還が和平への道筋の一部であると主張していますしかしトランプ氏のようにウクライナ支援に慎重な姿勢を示す米国指導者が増えた場合ウクライナの対ロシア戦略にも大きな影響を与える可能性がありますランザ氏の発言はクリミア問題の解決策を模索するウクライナと 国際社会に新たな議論を呼び起こしています。ウクライナのゼレンスキー政権はクリミアを含む領土の完全回復を求めておりこの立場を変える意向はありません一方で和平交渉や領土問題において米国の役割が今後どうなるのかは不透明ですトランプ氏が再び米国の指導者として影響力を持つことで ウクライナの戦略にもも再調整が求められれるかもしれませんこのようにトランプ氏の元顧問であるランザ氏の発言はウクライナとロシアの関係そして米国のウクライナ支援政策に新たな波紋を広げています。